そんじゃ、今日はこのプリントを和訳するよ。とりあえず、第一パートは、霧崎と一条、あんたたちやってみ。はーい。私が女役ね。じゃ、行くわよ。私、今度遠くへ引っ越すことになったの。いつ戻って来られるかわからないわ。どうして、そのように思うのですか？もし、あなたが行くのなら、私も一緒に行くでしょう。ちょっとダーリン、もっと自然に訳してよ。雰囲気出ないじゃない。雰囲気？そうよ。例えば、今のセリフなら、なんでだ、お前が行くなら、俺も行ってやるよみたいな。へえ、気合入ってんな、霧崎。気合なんて別に、やるんだったら楽しい方がいいと思ったんです。そうだな。そんくらいラフに構えた方が、英語の上達にはいいぞ、一条。はい。じゃあ続けるわよ。そんなわけにはいかないの。だって、私が行くって決めたのは、あなたと、離れるためなんだもの！それ、本気じゃないよな。頼むから、行かないでくれ。ダメよ！行くと言ったら行くわ！不誠実な男に振り回されるのは、もうごめんなの！あなたは、あの女と幸せにやってればいいでしょ！ああ、お願いだ。行かないでくれ。お前がいなきゃ俺、ダメになっちまうんだよ！だせえ、一条。最低。かっこ悪い。一応聞いていいっすか？これ、俺らに読ませてるの、わざとじゃないですよね。そんなはずないだろう。今笑いましたよね。はいはい、心を強く持って、続けるわよ。ちょっとやめてよ！しがみついて引き止めるなんて、男らしくないわ！俺のこと、嫌いなのかよ！くそ、何の羞恥プレイだ！ん？どうした、ちとげ？あ、I love you を訳すのか。確かにハードル高いな。周りの奴らすっげえニヤニヤしてやがるし。月が、綺麗ですね。うまいな、霧崎。それでいいぞ。いいんすか？今の I love you の訳じゃないんじゃん。昔、とある文豪がそう訳したって話があるのさ。気になるなら自分で調べてみな。二人ともお疲れさ。じゃあ、次のパートは、後ろのやつに読んでもらおうか。あー、恥ずかしかった。ちとげ、お前も顔真っ赤だけど大丈夫か？うっさいバカもやし！授業に集中しなさいよね！なんだよ、心配してやってんのに。ねえ、ラク。今週の土曜、空いてる？ん？多分空いてるけど、なんか用か？また、定期デートしない？え？寿司デートしたばっかじゃんか。
ん、そうなんだけど、ここんとこクロードの目が厳しくて。マジか、それまずいな。そうそう、というわけだから出かける準備しといてね。わかった、そういうことならしゃあねえな。用具室の片付けしてたらすっかり遅くなっちまったな。京子ちゃんも人使い荒いぜ、まったく。最近日が落ちるの早くなったわよね。暗いのはあんまり得意じゃないんだけどな。そういやお前って結構怖がりだよな。肝試しの時も死ぬほどビビってたし。あれ、ちとげちゃんってもしかしてお化け怖い人？あ、いや、私が怖いのは暗いとこだけで、お化け自体は別にそんなんでもないわ。むしろ、いくらでもかかってきなさーいって感じ？あら、それなら、そんなちとげちゃんにぴったりの噂話があるわよ。え、そう。神社の裏に、寂れた古い社があるでしょ？あそこにね、出るらしいわよ、幽霊。あ、それ私も聞いたことある。尻尾の生えた女の子の幽霊なんだよね。ん？それってもしかして。ええ。その子にお願い事をすると、どんな願いでも叶えてくれるって話よ。え？そうなの？お化けが願い事叶えてくれるなんて、なんかロマンチックね。私もなんかお願い事しに行ってみようかな。料理がうまくなりますようにとか。あ、じゃあ小崎ちゃん、今度一緒に行ってみようよ。私もちょっと興味あるし。おい、ちょっと待て、やめとけよそんなの。どうせ眉唾だよ眉唾。ああ、そうかな。そうそう、あの狐に関わると面倒なことになるからな。こいつらを巻き込むわけにはいかねえ。そういう噂話は大抵参拝客の賽銭目当てで、神社の流したデマみてえなもんなんだって。うん、情緒もへったくれもないもやしね。なるほど、一条くんはこの手の話には興味がないと。それならこれはどう？夜な夜な誰もいない教室に謎のラップ音と悲鳴が聞こえるって話なんだけど。な、何それ、聞いたことないな。俺も初耳だな。ごく最近の話よ。隣のクラスの子が部活で遅くなって夜一人で残ってたらしいんだけど、どこからともなく何か弾けるような音とか男の苦悶の声が聞こえてきたんだって。あ、どこの学校にもあるよね、そういう怪談話。音はどうやら3年生の教室の方から聞こえてきたみたいでね。気になったその子は階段を登って一人で声のする教室に足を踏み入れたそうなんだけど。勇気あるな、その子。私なら絶対無理だよ。そしたら、何を見たと思う？彼女の目の前に広がっていたのは、一面真っ赤に染まった血まみれの教室だったんだって。黒板も、教卓も、机も、何もかも鮮血に彩られていたそうよ。まるでついさっき、そこで人が殺されたかのようにね。マジかよ。それで、その子はどうしたんだ？気を失って、それ以上のことは覚えていなかったらしいわ。ただね、
ただ、その子が目を覚ましたのは、校門だったらしいの。気を失ったのは、血まみれの教室だったはずなのに、気がついたら、門に背中を預けて気絶していたらしいわ。どういうことなの？まさか、お化けに見つかって、いつの間にか外に運ばれてたってこと？そういうことなんじゃないかって言われてるみたいね。明るくなった後、改めて調べたそうだけど、血まみれの教室なんて、学校のどこにもなかったそうよ。じゃあ、その子、夢か幻でも見たのよ、きっと。かもしれないわね。真偽のほどはわからないけど。早速、今夜にでも確かめに行ってみる？冗談でしょ？やだよ、そんなの。もちろん冗談よ。暑い季節でもないのに、わざわざ好き好んで幽霊なんか見に行きたくもないしね。私、なんかびっくりしてお腹減っちゃったかも。ねえ、どっかでお茶でもしない？なんだそりゃ、お前が大食いなのは別に階段のせいじゃねえだろ。あ、でも、お茶するのは賛成かな。怖い話を聞いた気分転換したいもん。私も賛成。あそこの喫茶店で軽く甘いものでも食べていきましょう。食べた。満足だわ。相変わらず豪快な食べっぷりだったね、ルリちゃん。今日出された古文の宿題、量が多くてハードそうだったじゃない？腹が減っては戦はできぬってやつよ。あ、そういえばそうだったね。私も早く帰ってやらなくちゃ。じゃあ、一条くん、私とルリちゃんはこっちだから、ここでお別れだね。おう、それじゃあ気をつけてな。また明日！あれ？ないの。あ、何探してんだ？さっき言ってた古文の課題のノートが見つかんないのよ。やばい。教室に忘れてきたかも。うわぁ、どうしよう。あの量じゃ朝早く行ってもやりきれないだろうし。なんでそんな大事なもん忘れてくるんだよ。うるさいわね。あんただってしょっちゅう大事なペンダントなくしてあたふたしてるじゃない。とにかく学校に戻らなきゃ。ほら、ラク、行くわよ。は？なんで俺まで？だってしょうがないじゃない。夜の学校は暗くてちょっとあれだし、おまけにさっきあんなお化けの話まで聞いちゃったし。要するに一人で戻るのが怖いと。そうよ、怖いのよ。文句あるの？やれやれ。まあさすがに女子一人で夜の学校に行かせるのは危ねえからな。付き合ってやるよ。お化け以前に痴漢とか変質者とかに絡まれたらやべえしな。それって私が襲われたら守ってくれるってこと？まあ一応彼氏ってことになってるし、そのくらいはな。ま、期待はしてないけど、好意だけは受け取っとくわ。実際こいつに絡んだら、痴漢やら変質者やらの方がひでえ目に遭いそうだけどな。そういや、ついてくのは構わねえけど、つぐみとかあの護衛のメガネはどうしたんだ？それが、最近つぐみもクロードも忙しいみたいでさ。ちょくちょく、今日みたいにボディーガードなしって日もあるのよね。あいつらにもお前を放っておいてまで優先しなきゃならない用事とかあるんだな。そうね。一体何なのかしら。案外今頃、二
二人であんたを亡き者にする計画を立ててたりして。バカ野郎、怖いこと言ってんじゃねえよ。私のことを怖がりだとか言った報いよ。さ、ちゃっちゃと学校行きましょう。とはいえ、やっぱ怖いもんは怖い。おい、ちとげ、あんまくっつくなよ。歩きにくいじゃねえか。しょうがないでしょ。こういうとこ、苦手なんだから。こら、へたり込んでんじゃねえよ。だって。ったく、しょうがねえな。何するの？お前が動けねえってんなら、こうでもするしかねえだろ。何よ！急に恥ずかしいじゃない！こんなの！おい、あんま暴れんなっての。俺だってちょっと恥ずかしいんだから。大体ね、あとはそういうのはもっとロマンチックな雰囲気の場所でやるもんでしょ！こんなムードもヘッタクレもない学校なんかで、いきなりお姫様抱っこだなんて、女心の分かってない大変僕で、本当！分かったから落ち着けちとげ。あんまり暴れると怪我すんぞ。分かったわよ。くれぐれも落とすんじゃないわよ。もう、こんなことになるなら、心の準備くらいさせてくれってのよ。まったく。なんか言ったか？なんでもないわよ。そうか。なあ、ちとげ。何よ。やっぱ、どっかから声が聞こえてくる気がしねえか。え？怖いこと言わないでよ。いや、ほら、耳を澄ませてみろって。これって、さっきルリちゃんが言ってた。悲鳴とラップ音だな。宮本が言ってた噂は本当だったみてえだ。じゃあ、血まみれの教室だとか、お化けだとかの話も？もしかしたらな。最悪俺たちも、例の噂の女子みてえに幽霊に捕まって、どっか連れてかれるって可能性も。しとげ、急に締め付けるんじゃねえよ。あんたが怖がらせるようなこと言うからでしょが。一旦下ろすぞ。いいな。もうこんなとこ嫌。なんとかしてよ、ラクン。しとげがすっかりビビっちまったみたいだ。なんとか落ち着かせねえと。なんなのよ、あの音。あんな、パン、パンって、不自然な音。夜の学校で聞こえるような音じゃないわ。ちょっと、黙ってないで説明しなさいよ。パン、パン、パンって、相撲の張り手の音ってこと？でも、うちって相撲部ないわよね。ってことは、力士の幽霊？やだ！やっぱりお化けの仕業じゃない！いいわ。とりあえず、ラップ音の正体は置いときましょう。それよりも、あの苦しげなうめき声、あれは一体何なの？どう聞いても、お化けの恨み声にしか聞こえないんだけど。なるほど。ボクシングでの殴り合いによるうめき声ってわけね。あの身の毛もよだつような声からすると、よっぽど激しいスパーリングを。
って、なわけないでしょ。ああ、あとあとあれよ。ルリちゃんが言ってた血まみれの教室、あれも何か説明がつけられる？英検がスプラッタ映画を撮ってた？教室に巻かれてたのは血のりってわけね。それが本当なら旗迷惑な話だけど、でも今回ばかりはそうあってほしいわ。ああ、もうやだやだ、もうやだ。落ち着けってちとげ、冗談だよ冗談。何が冗談よ、あんたの話聞いてたら余計怖くなっちゃったじゃないの。このバカバカぼやし。ドッグ。もうや、怖くて一歩も動けない。おま、普通に元気じゃねえか。おい。ん？ラ…どうした、ちとげ。後ろ？ここで何をしている？お、おばけ！おばけ！おばけ！しとけ！俺が引きつけるから、早く逃げろ！やだ、腰が抜けて動けない。落ち着いてください、私です、クロードです。いやー、クロード、血まみれクロードって、クロード、すみません、お嬢、驚かせてしまったようですね。クロード、本当にお化けじゃなくて？もちろんです。何をおっしゃってるんですか。だってそんな血まみれで。ああ、これですか。これは血ではありません。ただのペイント弾ですよ。不覚にも聖四郎に何発かやられましてね。まあ私も負けてはいませんが。ペイント弾？んなもん使って何やってんだ。一条の小せがれか。貴様に説明する筋合いはないが、まあいい、教えてやる。これはいわば我々 B ハイブの戦闘訓練のようなものだ。修営組と和解して以来、うちの連中も血の気を持て余し気味だったからな。そのガス抜きも兼ねている。つまりギャング連中でサバゲーしてたってことか。なもんわざわざ学校でやるなよ。お、ちょっと待って、じゃあ例の噂のラップ音とかうめき声って、こいつらが暴れたり騒いだりした音だろうな。ついでに血まみれの教室ってのもペイント弾の跡なんだろうぜ。噂？なんだそれは。いや、実は、そういえば以前も偶然女子生徒に訓練を目撃されたことがあったな。丁重に門まで運んでやったのだが、まさか怪談話の元凶にされるとは。じゃあ何？お化けの正体はあんたらだってこと？私はうちの連中相手にビビってたってわけ？うわ、頭くる。まったく、何がサバゲーよ！人騒がせなことやってんじゃないわよ、あんたたち！ですがお嬢、うちの兵隊にも訓練を積ませる必要がありましてね。シャラッ！言い訳なんざどうでもいいわ！今後一切学校でのサバゲーは禁止！そんな、お嬢、これは B ハイブにとって必要な。
黙りなさい。人様に迷惑かけて訓練もガス抜きもへったくれもないわ。お化けの正体が分かった途端急に強気になったな。何よ、文句ある？いや、ただこんな小甘手に一括できるやつがさっきまでビビって動けなかったやつと同一人物だとは思えねえなって。ふん、うるさい、このバカもやし。バカもやし。さあ、さっさとノート取って帰るわよ、ダーリン。そうだな、ハニー。よし、綺麗になったな。で、なんで俺は宿題をやらずに部屋の掃除なんかしてるんだ。いわゆる現実逃避というやつじゃな。うお、やべ、寝る時間がなくなる。うるさいの、おちおち眠ってられぬわい。おっちゃん、朝ですよ。早く起きないと遅刻しますぜ。今起きるわ。もう8時回ってますぜ。さあ急いで支度してください。はあ、わかった、今行く。おかしいな、いつ目覚まし時計止めたっけ。